ステアリングステムのベアリングの点検をしてみました。最近ですね、なんかこう加速した時とか段差乗り越えた時にこうカタッてこうハンドルの方から音がするんですね。それでまあベアリングがこう割れてるとかそういうのではないとは分かるんですけど、まあ多分ステアリングのステム締め付けてるナットがまあ緩んでるんだろうなと思って、まああとグリスもね多分もう切れてるんだろうなと思ってちょっと開いてみて点検してみました。それで今回は交換部品とか全然用意してないので、もう開いてちょっと確認してみて、でまあグリスアップする、まあそんな感じでやろうと思ってスタートしました。でまあ結果的にはやはりまあそんなに変な摩耗とか傷とかはなかったので、まあ予定通りグリス塗って組んだ感じですね。で私この作業初めてでして、もう外装の外し方が結構大変でしたね。でなんかこう爪が折れたら嫌だなと思いながらこう少しずつ力加えていって外したんですけど、でいろんな方のホームページとかブログとか見させてもらってなんとなくのこうイメージは分かってたんですけど、実際自分でやってみると、まあ、結構大変でしたね。で、まあ、でもなんだかんだなんとかできまして良かったと思ってます。でこれ6月にやったんですけど、まあ、そこそこは暖かい日だったので、まあ、プラスチック類もねそんなにこう割れやすい時期でもなく良かったのかなと思ってます。これ多分真冬にやったら多分爪が折れたりとかそういうのもあったんじゃないかなとは思いますね。これなんかもね、あの縦のこの大きな爪2つは引っ張れば抜けるんですけど、この上の2つがこう上に持ち上げながら手前に引っ張る感じですかね。で作業的にですね、あの今回はステアリングを外さないでなんとかできないかと思ったんですよ。それでまあいろいろやってみたんですけど、結局ちょっとまあ無理があったのでステアリング外すことになったんですね。まあ、その辺でちょっとかなりの時間ロスしまして、なんだかんだ 4,5 時間作業してたと思うんですよ。でまあ1回経験してみれば多分次はもう、まあ、1時間じゃ無理だとは思うんですけど、まあ、2時間あれば多分できるような気がしますね。で私この PCX ですね、雨の日も乗るの で、まあ、洗車なんかも結構するので、まあ、それでグリスが飛んじゃったのかなって気はしますね。あの上側は結構もうグリス普通にあったんですけど、下側がですねかなり少なかったので、まあ、元のね新車の時どのくらいグリスついてたのかはちょっとわからないから何とも言えないんですけど、まあ、でももう明らかに下側のグリスは少なかったですね。でこれ今外してるカバーなんですけど、これネジ1個だけで止まってまして、あとはこう燃料入れるところの蓋が開くワイヤーがついてるんですね。それを外して、で、まあ、手前に引っ張ればこれ外れ、それでこの作業をですね、あのバイク屋さんにちょっとどんくらいかかるんですかねって聞いたらですね、まあ2万はしないとは言ってましたね。まあでも1万5千円から2万ぐらいの間はかかるような感じでしたね。でまあちょっとそれだったら自分でやってみようかなと思って今回自分でやってみました。で今のこの次はですね、このインナーカバーっていうんですかね、大きな部分ここを外そうと思ったんですけど、その前に鍵の周りのカバー、この名前で言いますとですね、リット R インナーメインテナンス、インナーメインテナンスリットって感じですかね。これを外さないとネジ穴、ネジが見えないんですね。でまあそれはこじって手前に引っ張れば取れる感じでしたね。これはもうネジ止めとか全然なかったので、まあでもどれくらいの力で引っ張っていいかね分かんないんで、これも取るの結構時間かかりましたね。
一回取ってしまえばこんな簡単な作りかってちょっとびっくりするぐらいのものなんですけど、あと引っ張っちゃう。でこれが外れて、やっとネジ穴が全部、ネジが全部見えて、真ん中のでっかいパネルが取れる感じですね。これ本当にもうついてる状態で見て、こう左側の爪を上下2つあるんですけどね、それをちょっとこうこじってあげて、あとは手前に引っ張れば抜ける感じでした。でこれ今外すこの大きなパネルがですね、ネジが6本の真ん中にボルトが1本ですね。それを外せば、あとはもう手前に引っ張れば取れちゃう感じでした。でこれもですね、いろんなこうなんていうの、はめ込んであるところがあるので、どれくらいのね、やっぱ力で引っ張っていいか分かんなくて、で私これですね、今蓋パカッて開けたグローブボックス、あの中にですね USB の電源取ってるんですよ。でその配線がですねあって、それが邪魔して後々めんどくさいことになっちゃったんですけどね。でまあこんな分解する想定してなかったので、 USB の充電器つけた時にですね、配線こっちからやって外れない状態なんですよ。まあ後で見ていただければわかると思うんですけど、まあ結局ですね、スクリーンとか前フロントも結局ばらすことになりました今回。今線で繋がっちゃってるんですけど、まあ、普通はついてない状態なんですね、線は。でまあこれが線ついてるんでね、ここに置いたまま作業をこの後続けるんですけど、もうどうしても邪魔でね、しょうがないんで配線ばらしました。それでちょっと話変わるんですけど、リアの駆動系のパーツをですね、ベルトとかウェイト、ローラーウェイト、ウェイトローラー、それをですね変えようと思ってるんですよ。私の BGX 1万6000キロ超えまして、まあそろそろやっといた方がいいかなと思って、で前にも動画で話してたんですけど、純正部品で揃えて変えるか、デイトナさんから出ているリフレッシュキットっていうのがあるんですね。でそれを買ってそっちにするか、どっちが安いかなと思って見積もり取ってみたんですよ。そしたらまあ純正部品の方はバイク屋さん通してじゃなく、ウェビックさんで見積もり取ってみたんですね。そしたらまあ多分デイトナさんのセットの方を買った方が安いなってことになりまして、でまあそのうちちょっと買ってみて交換しようと思います。まあ、それでトルクレンチとか今回買ったんですね。で今回ですね、このステアリングの上側のこうロックナットとその下のなんかナットを外すのになんか工具がいるらしくて、まあ、それちょっと買ってみたんですよ今回。でもそれがですね、買って本当に良かったですね。それなかったら多分ちょっと大変だったかなと思いまして、でまあマイナスドライバーで叩けば多分なんとかなるんでしょうけど、今回ちょっと買ってみて良かったなと思ってます。で後でそれも出てくると思うので、ぜひ見てください。今回そのハンドルを外さないで何とかしようと思ってて、かなりまあ時間ロスしてしまったんですね。まあ、最初から外してればもっと早く作業終わったと思うんですけど、皆さんもしやるときはハンドル外した方がいいと思います。でハンドルとそのステムの間になんかでっかな部品があるんですね。でまあそれがちょっとまあ邪魔なんですよね、ハンドルついたままだと。でもハンドルちゃんと外してその部品も外して、それでステム取った方がいいですね。
ハンドルそのままにして多分抜けないことはないんですけど、ステムが下にでもステムを抜いたときにハンドルかなり不安定になるのでね、落っことしたりしたら傷とかついてしまうだろうし、最初にハンドル外した方がいいですね。私これ今ハンドル外す方向に今向かってハンドルカバーとグリップヒーターを外しています。ハンドル外す作業はやってみるとそんなに難しくないですね。それでアクセルワイヤーとかブレーキ系の、ね、ホースとかは全然外さなくて、ただこう外してこう前側にガチャッとこうやっとけばそれだけで大丈夫なんで、これやった方がいいですね。でもそうするとそのステムの上についてる部品も取れるのでかなり作業が楽になります。でこの部品がですね、かなりこう凝った部品でしたね。コードとかホースとか束ねるようになってるんですね。まあそろそろ抜けると思うんですけど、それ取っちゃえばもうあとは作業早いですね。で写真をですねちょっと撮り忘れちゃって撮り忘れてしまったので、スローでちょっと見れるようにしましたので、ちょっと見てください。かなり凝った部品ですね。もうそろそろ外れるはずです。この辺ですね、そろそろです、外れましたね。はい、これかなり凝った部品ですよね。形がもうこれ取っちゃえばあとはステムの上のねナットの上がもう空っていうか空洞できるので見やすいし作業もしやすいですね。で私今これスパナで外そうとしてるんですけど、これダブルナットみたいな感じで止まってるんですね。それでピンスパナってやつで下のやつを押さえて上を回す、先に回さないとダメみたいですね。で、そのピンスパナももう少し下が出てきますのでぜひ見てください。これ買っといて本当に良かったですね。概要欄の方にリンク貼っておきますのでぜひ見てください。この作業がですね終わった後にちょっと走ってみたんですよ。そしたらやっぱりもうそのカクとかがね変な音しないからすごい安心して乗れますね。でバイク屋さんが言ってたんですけど、結構みんなもうそのまま乗ってる人の方が多いらしいですね。あまりステアリングのガタとかは気にしないみたいですね、皆さんは。でもまあやってみればできるんでね、ぜひやった方がいいと思います。でこれですね、リングスパナ、これはいいですね。調節できるので、よくサスペンション、ギアのサスペンションでこれ使ってね調節するタイプのバイクありますよね。で私前は持ってなかったのでマイナスドライバーでガンガン叩いてましたね。でまあその時乗ってたオフロードが、中古で買ったんですけど、前の人もそんな感じで多分やってたんでしょうね。もう結構叩いた後すごいついてたんで、何も考えずに私も当時はガンガンマイナスドライバーで叩いてましたね。これあれば結構なサイズのものに使えるのでね、いいと思います。これは概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ見てください。で下側ダブルナットみたいな感じになってるん で下側そのピンスパナで押さえて上を先に回す、そうすると結構あっさり緩みますね。でこれで今1個目が外れたんですね。で次がピンスパナで押さえてた分なんですけど、これを取るともうステムがそのまま下に落っこってしまうので、ステムはもう落っこちないように手で左手で今押さえてます。
上の方はグリスがあったのでね、ボールが落ちなくて済んだんですけど、これ怖いですよね、本当にもうグリスなくなってたりしたら、下にステム抜いたらバラバラになりそうなのでね。で、下のステムこれ抜いたら半分ぐらいはステムについてましたね。で、あとの半分は上側に残ってました。で、まあなくさないように回収してと思ったら落としたんですけどね。で、まあ無事に回収、全部間違いなく回収できたので良かったです。で、これをパーツクリーナーで綺麗にして、で、まあ、傷が入ってないかとかね、ステムの方とステムのレースっていうんですかね、弾が転がるところ、まあ、あと弾の方もよく見て全然大丈夫でしたね。まあ、今回本当に傷とか、ボールベアリングの、ね、割れとかそういうんじゃなくて、まあ、グリスがなかっただけって感じでしたね。で、今回私このグリスがですね、ちょっとなんか昔買ったグリスなんですけどね、かなりいいグリスですごい高いやつ買ったのをちょっと塗ってみました。で、なんか色がね黒いやつなんで、ちょっとなんか汚く見えちゃうんですけど、で、この動画今編集してるんですけど、ちょっと私のパソコンで無理がありまして、今回この辺で一回切らせていただいて、またパート2の方でグリスをアップさせていただきたいと思います。このボールとレースの部分は今回何も交換などはしてません。このまま使いました。で、この後下側にグリスを塗ってボールベアリングを置いて、あと上もやる動画アップしますので、ぜひ見てください。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。この今拭いてるこの銀色のお皿、これ100円ショップで売ってるんですね。500円ショップのやつで3枚ぐらいですかね、持ってますね。結構100円ショップ使えるもの多くていいですね。